本間氏は、氏族の一つ。鎌倉時代の佐渡国守護大。戦国時代まで佐渡を支配した、佐渡本町氏とも言う。江戸時代から続いた地主、現在の山形県酒田市を本拠とする、酒田本町氏とも言う。大友氏の氏族、文後国を本拠にした、文後本町氏とも言う。本間氏は、鎌倉時代から戦国時代まで、 佐渡国を支配した士族。武蔵七島横山と海老名支流。本間の名は、相模国愛国軍一号元館に由来。本間助忠、現行の乱の上赤坂城の戦いで戦死した、鎌倉幕府の若武者。軍機物、大兵器にも登場。鎌倉時代初期、佐渡国守護となったおさらぎ師の守護代として、佐渡に入った、本間義久より始まる。 沢田城沢田城を本拠として、勢力を伸ばし、いくつかの文化に分かれた。永翔6年、永翔の乱では、関東官令、上杉秋貞に敗れた、越後守護大の長尾玉影と守護、上杉貞真をかくまい翌永翔7年には、葉持本負け、沢田本負けが玉影に援軍を出し、寺泊まりから越後へ上陸、長森県の戦いで秋貞を廃止させた。その功により、 ためかげから越後に領地を与えられている。戦国時代になると、文家の河原田本負け、はも本負けの力が強まり、たびたび争うようになり、僧侶家の沢田本負けは没落する。ためかげの子、長岡影虎の代に、河原田、はもち家の争いは、一旦収まるものの、天正六年の謙信の死後に再燃する。後に、上杉影勝の代になると、合図の足なし。 令和国の最上みよと結び半カ杉の姿勢を取るようになる。豊臣秀吉から許しを得た継承は、1589年、佐渡へ進行し本馬市を討伐。抵抗する佐渡側の本馬市と決別して、上杉側についた一部の本馬市は、討伐後に佐渡を離れて、上杉家と共に、越後、会津、米沢へと移転した。 本間義よしひさ綱、本間ただつな康氏、まむねただ本間康やすし、てい家、本間よりなおほ重、本やすのり本間まゆうじか、ほんまただふゆありしげしげなおやすしやすしじか、やすときゆうやすし天文二十一年、没本間康まやすしだか天正十五年、没本間のりやす、九年没、本間康秀、明す元年没、本間大吉官文七年没、佐渡中高の本間白座えもんやが、 雑布都市の本間品の守るのリアスの娘婿となり、沢田本間家の家督を継承した。安秀の獅子郎左衛門大吉は佐渡奉行所地域人に召し出され、佐渡愛川に移住した。大吉には、千忠、平州、茂二の三つ子があり、平州が佐渡奉行所地域人を継承し、六代後の今井、彦市まで継続して、佐渡奉行所地域人を務めている。 千忠氏は、中高本巻を継ぎ、2012年現在、千忠氏から数えて12代目となる子孫が、佐渡市中高に在住している。千忠氏と、平州の子孫の墓は、いずれも、中高本巻の母大寺である、狂言院にある。佐渡本間氏の着流である沢竹の流れを汲む中高。本巻は350年以上の時を経て、現在に続いている。 羽も後期うき高信ちた高のぶはもちたかさより、本間家旧本体本間氏は、佐渡本間氏の分家で、山形県坂田市を中心に、農地開放による解体まで、日本最大の地主と称された、王将や、豪将。その財力を基礎に、本間様には及びもせぬが、せめて成田や殿様にと歌われるほどの映画を誇った。本間氏については、本,間家旧本のように、 本町ではなく、本町家と通称される。佐渡本町の一族には、上杉支店法の折に山形へ移った者もいた。1689年、現在の酒田市本町に、新潟屋ののれんを掲げ商売を始めた酒田36人衆の一人で没子であったと言われる、本間九右衛門の息子あるいは番頭と言われる元光を、初代とし三代当主である、本馬光岡は、 資分の取り立てを受け、省内藩の財政再建に取り組んだほか、砂防林の植林を進めた。さらに法歴の大基金で多くの農民が餓死したことを教訓に、豊作の際には米を省内藩の米蔵に貯蔵し、基金の際には米を放出する八カ年計画による備蓄計画を起案し藩に提出。この計画は昭和20年頃まで維持された。 また、ロうソク足を考案した、胸ひなど多くの逸材を排出した。このほか金融業にも進出。大名菓子では、東北の多くの大名家から借り入れの申し込みを受けその要請に応えた。そして、そこから得た利益を元手に土地を購入。電磁を拡大していった。さらには、北前船交易の流星もあり三井や、住友家に劣らぬ大償家となった。 母親戦争の際には、砂漠派の省内犯のため拒否を禁じたほか、明治新後には政府から多額の賠償金の支払いを求められた。その後も引き続き、日本最大級の大地主ではあったものの、企業、工業にはあまり就寝せず財閥化することなく、一地方企業化にとどまった。しかしながら、防風林及び、灌漑事業整備に大いに貢献し、 坂田の近代化に尽力。また、六代テルミ、七代後期によって、旧亀ヶ崎城の東側の田んぼに整備された試験場である本間農場では、関電馬港など小作人に対する農業指導を行い、省内米の価値向上につなげたほか、農民や小作人には保護政策をとっていた。加えて、根室の柳田東吉も支えた。 第二次世界大戦後の GHQ による農地改革の実施に伴い、1750ヘクタールあった農地はただ同然で売り渡され、本負けには4ヘクタールのみが残存した。1990年、本負けの障子部門等であった、本間物産は倒産。その後、本間物産はカウボーイ参加での再建を経て、秋田県仙北市に本社を置く伏見屋からの、 買収によって、個会社化された。なお、不動産関連は、本立てのぶなりとして今日も現存する。本間ゴルフ創業者は、坂田本間市所流にあたる。本間元光本間孝二本間三岡本間光堂、本間光貴本間照美本間三輝る本間三也、本間、後世本間雅子2009年11月死去。本間真希子。ありがとうございます。